海道コンサドーレ札幌ゴールキーパークソンユン28が23日アビスパ福岡戦札幌ドーム出場に OK サインを出した21日札幌宮の沢での練習に参加。15日浦和レッズ戦で相手との接触で右ハギを痛めたが検査したら大丈夫でしたと無事をアピール。なんとか頑張って勝ち点3を取りたいと2試合ぶり勝利を掲げた。体力アップを図る。全体練習後、ゴールキーパー松原修平、30、と居残りしてランニングする姿があった。最近走り始めました。チームコンセプト的にキーパーが後ろからカバーする。守備範囲が広い。体力的に疲れちゃうのもあり、必要だと思った。ためだ。兵役によって韓国に帰国した20年までの前回札幌所属時は5キロ行かないくらいだったという1試合の総走行距離は今季約1キロプラス。1日川崎フロンターレ戦では616キロを記録している。90分集中を切らさずゴールを守り抜くための体作りのため汗を流す。4試合連続で複数失点を喫し計12失点、ずっと失点が多い。失点を減らしていきたい。自分が失点しなければ勝ち点1は取れる。チームが点を取ってくれたら勝ち点3。7月のウェディングフォト撮影のためにこんなに伸ばしたのは初めてという髪の毛をヘアバンドでまとめる守護神は次戦完封勝利を目指す。